平成21年3月14日、阿蘇の大ひもじ焼きが行われました。大ひもじ焼きは日振り神事と並び、阿蘇の各市町村で行われる3月の火祭り月間の中核として、阿蘇市で毎年行われています。空が薄暗くなるとともに点火された火は、王城岳と本塚に大きな火の文字を浮かび上がらせました。北側からは2つの火が重なり、炎の文字のように見え、人々を魅了します。花遊びには特設会場が設置され、ステージイベントや阿蘇の特産品、出店などが並び、大きなにぎわいを見せていました。その後、阿蘇の大空に花火も打ち上げられ、炎とともに阿蘇の春の訪れを感じるイベントでした。